どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてあやおつです。あやおるです。やってまいりました、キヨハラのマインクラフト実況やってきた。何してんの？パン釣り。なんで釣りすんだよ。結構危ないからね。釣り針がさ、確かにね、耳の中入ったら終わりだから。まあいいや。で、今日なんですけども、またね、初心者 VS プロ作り対決やっていきたいと思うんですけども、初心者は僕、そして9年間やってる大原で、作るものはファミリーマートですよ。いしょ。それコンビニということでよろしいか？まあコンビニだったらいい。コンビニだったらもう何でも、うん、色合いだったりとかパフォーマンスが大事になってくるんじゃないかなと思いますけども、なんか気が散るな。話も2割ぐらい聞いてなかった。それでは作っていきたいと思います。Yeah. ファミマは下が青で真ん中がなんか白で上が緑なんだよね。だからちょっとまあ建物感出しつつ、色さえついとけば一旦ファミマに見えんじゃないかなというところで、近くで見てほしくないねこれ。ということで、僕のコンビニが完成しました。コンビニですね。コンビニ。じゃあもう。もう僕眼下にもう見えてるんで。僕ね、初心者のね、ちょっと雑魚感も、はい、でも頑張りましたよ、僕もね。はい、いきます、パーチン。僕ファミチキ食べてますんで。どうですか？おー。僕ね、なんか。ファミリーマート。ファミマファミマ。ちょっとっぽいでしょ。お前何食っとんねん、ずっと。ファミチキ。誰がどう見てもこれはファミチキでしょ。そういうことかよ。じゃあ入ってください。入っていいよ、ほら。はい。バン。入った。はい。入りました。お客様1名入りました。いや、これね。お願いします。ちょっとね、見た目用なんだよ、ね。外見にこだわったの、俺は。こう見ると、大丈夫なの。ということでね、僕の紹介は以上です。せーの。見えてる。見えてた。今あなた見てたね。さあ、大原が飛んできました、はい。大原ステージなんですけども。じゃあ大原が作ったね、ちょコンビニも早速ね、見ていきたい。僕の1時間の成果、ご覧あれ。1時間なの今日。外装だけで言うと俺30分で終わったんですよ。すげえ。その30分、見たいと思います。どちら？じゃあコンビニでございます。コンビニだ。これがコンビニなんだ。ガチ？え、ガチコンビニやん。パッと見っぽいで。いやいや、ぽいとかじゃなくて、ちょ外見をちょっとま見ていくよ。だってさ、まあ、駐車場あるし。そうなんだよ。俺僕さ、実はね、免許持ってないんだけど。免許持ってないけど、これ駐車しやすいのかな。いやー、多分しづらいんじゃないかな。対面だし。いやでも、すごい看板までファミマだ。しかもさ、なんかちょっとさ、よく見るとさ、いろいろ組み合わさってんだよね。一番下に、うん、最初はあのコンクリートで青いの作ってたんですよ。うんうん。作り終わると、うん、不格好だったから、すげえ。なんかねえかな、なんかねえかな。旗でいいじゃん。あーすげえ。うわ、ほんとだ。まあ、店内もあんじゃん。あ、あ、気づかれてしまいました。ちょっとこれ後で見てこう。そしたら窓とかもあるよ。みんなそれビジネス窓。しかも見てこれ、裏口まである。音なんだこれ。なんか怪しいとこ、怪しいやつもある。ちょっとこれも後で見よう。後、あー入ってたまたね、ちょっと後で見ていきましょう。そしたら、あーでもなんか、あ、ぽいちょっとさ、そしたら中入ってみていい？お、あれですよ。さっきの抜け道みたいのもちょっと後で探索したいと思います。そしたら失礼します。おー、なるほどね。ちょっとじゃあ、あ、ここイートインスペースだ。ああ、お分かりですか？分かりましたか？分かってしまったか？これよくさ、ね、広いコンビニとかでたまにあるんだよ。そう、もう。だからこれね、うん、参考したの地元のコンビニだからね。あ、そうなんだ。見バレしたら俺もう泣くよ。にしてはすごいさ、ガラス張りで開放感あるんだよ。こんな感じなんですよ、大体。すごい。あれ待って、これ大原得意のこれコーヒーメーカーじゃないこれ。あー、バレてしまったか。おる、まあ。有料なんだけどね、実は。あの、ポチッとせでしょ。ポチッとせ、100円とかで、ね、カップ買うやつ。あれ結構美味しいんだよ、ファミマとか。みんな S サイズ買ったのに M サイズ入れてっていう。あ、それ前捕まってたね、誰か。捕まってた。皆さんそういうことしないように。絶対いかんぞ。誰かこれコップ置きっぱなしじゃね。 あ、違う、観葉植物。いや、これコーヒーです。誰か飲んだままどっか行っちゃったけど。悪いやつだな。お、待って、なんだこれ、なんだこれ。あ、レバーあるんだけど。これちゃんとね、レバー使い方あるんですよ。え、どういうことレバー使うために、イートインレバーレバー必須なんで。必須でしょ。どういうこと。ちょっと板チョコの上に乗っております。これ大丈夫？これ乗れてる？あ、乗れてる、うん、このレバー引いてください。俺引いちゃっていいの？はい、ちゃんと仕組みがありますんで。いくよ。イートインスペース止まりました。ポチン。あ、お店場です。おー、つやつ、なんや、なんやこれ。ね、何これ飛び上がろう。なんだよ、こんなヒートインスペースないでしょ。まあ、ちゃんとゴミが出たらゴミ箱にと。めっちゃ燃えて、焼却炉じゃん、ゴミ箱じゃなくて。ほら、落ちろ。いや、やめろ。あ、
危ない。なんか五右衛門風呂入ってるみたいになってる。なるほどね。蓋するとね煙が上がんないんですよ。怪しいな、このイートインスペース。ちょっと怪しいな。怪しい。うん、ちょっとこう二度と来たくなくなっちゃったよね、このコンビニに。まあちょっとこのコンビニで粗相したやつは全部ゴミ箱に行くと。この中に入っていくの。今日のお兄さんが出てきてこの中に捕まれると。怖。俺これ電気すごい。あ、ね、あ、蛍光灯みたいになってんじゃん。俺賞味絶対もう気づかれねえだろうなと思って作ってたけど。すげえ、めちゃめちゃ凝ってる。蛍光灯っぽくなるアイテムちゃんとねマインクラフトに存在してました。すごい。これを、うん、サバイバルの世界で作るとすると、うん、作れるのは相当後。ああそうなんだね。なんかチョコレート工場みたいになってね、これ。確かに。まあ棚なんだよねここね。板チョコでできてる。ちょっとそれはそれで夢あるけどな。なんでこういう動物いんの。いや、ちょっと夕飯。アイスコーナーに動物はいるでしょ。だって俺こういうのツイッターで見たもん。嘘。いやそれバカッターだよそれ。やばない、これ牛とこれなんだ、豚かな。あ、これあれってこと、精肉コーナーってこと。よくある。そう、よく冷凍食品が置いてある。夕飯がね。なに、ここ何、その新鮮取れたてホヤホヤみたいな。操作場として売りにしてるコンビニなの。はい。あ、こっちは絵が売ってんのかな、これ。コンビニで絵が売ってんのやだ。ねえ、コンビニじゃねえじゃん。コンビニに生肉と絵が売ってんでしょ。で、田舎のコンビニ。これ、あ、ここはレジか。あ、あ、オーナーの、え、誰か、え、軟禁されてます。ここにいる村人は一生レジを打つ仕事をして。もう動けない。めっちゃブラック企業じゃん。このおっちゃんは永遠にレジを打って、この世を去るの？あの、なんて、一歩も動けないから、うん、もうここで夜も過ごして、あ、気づかれてしまいましたか。何これ。いや、まだレバーは。ちょっとちゃんと、このブロックの上に乗ってください。え、ブロックってまた落ちんじゃないの、またなんか。ここです、ここ。なんか仕掛けあるんじゃない、ね、ちょっと周り、なんかやだよ。ねえねえねえ。だって、TNT とか落ちてくんじゃないの。さっきだってボタン置いてなかった、置いてなかったでしょ。じゃあ普通にレバー押しちゃっていいの。そうさ。ポチン。あれ、あ、ポチン。痛い。またやないかい。コンビニからこんな煙上がってたらもう大体事故だよ。こっちにもまだ部屋がある。あ、これ、あ、入れるわ、入れるわ。これ入ってみていい。これ鉄の扉。ちゃんとね、まっすぐ進んでください。まっすぐ。スイッチがありますと。あ、これや。ここにスイッチがある。踏めば入れますと。踏めば開く自動ドア。その通り。これすごいな。で、ちゃんと中には。うわー、浮きそう。ちょっとペットが待ってますと。ペット、え、これ本当は何？ペット監禁部屋なの？いや、トイレだよ。あ、本当だ、トイレだ、トイレだ。人が入ってるトイレに踏み込んでいくのはちょっとマナー違反では。失礼失礼失礼。エッチって言われた。ってね、雑誌コーナーだ。ちょっとジャンプ、サンデーマガジン。よくさ、家入、あ、家ってかコンビニ入った瞬間横にさ広がってるよね。そう、ある。さっきの待って、ドア何繋がってたの。あ、繋がってるよ実は。なんか勝手口だとか最初言ってたけどさ、繋がってはいるんだけど、うん、あの、残念ながらです出入り口のスイッチがないので。あ、でもレジの裏実はあるんです。え、ちょっと待って、見て。あ、ちょっとおじいちゃん、おじいちゃん頑張ってな。おじいちゃん、あれ、あ、おじいちゃん、あれ、おじいちゃん、あれ、おじいちゃん、おじいちゃん、たけし頑張ってな。たけし、たけし黒くなっちゃった、お前どうした。たけし、ダメージ、たけし、たけし埋まってますけど。あはははは、たけし、たけし生き返ってきてくれ。たけし、たけし、たけし行った、たけしがいなくなった。たけし、このコンビニも潮時か。コンビニのオーナー、たけし。3年前の夏、俺はたけしと出会った。たけしは俺がコンビニを作りたい、コンビニを作りたいって言って聞かなかった。それなのに今、たけしにとっては嬉しいことだろ。たけし、ありがとな。たけし、たけし、お前、お前生きていたのか。たけし、たけし、たけし、あの、さっきバイトで帰ってたの、またたけし、お前シフトが来た。死んだふりか、お前は。お前生きていたのか。たけし、あの、時間に厳しい男。たけし、ごめんよ、勝手に俺は死んでしまったと思っていた。たけし、たけし、また、たけし、痛いね。たけし、レイジしといてください、よろしく。ちょ、たけし、何どうした。あー、お前、ちょ、たけしと喧嘩しないで、ほら。たけし、喧嘩すんな、喧嘩すんな。たけし、たけし、あれ、たけし、たけし、たけし、また死んでしまったよ、お前は。わあ、たけし、いた。たけし、バカッとしないで。さすがにそれはね、店長として見過ごせません。おっと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 、よかったよかったよかった。ああ、ここや。ああ、でも、ここに繋がってたんだね。スイッチつけてた。スイッチで、ああ、いた、いた、いた。行ってきます。あ、ここで外に出れて、ゴミ捨てとかできるんだね。そうそうそう、なんだ。これは、これ謎、ちょっといい、俺入ってっていい、そしたら。はい。お、すごい、洞窟地下帝国みたいになってんね。コンビニの闇、これからはコンビニの闇について
皆さんにご紹介していきたいと思います。カイジやコンビニに広がる地下帝国。地の極の極や。危ない危ない、穴がある。結構ガバいぞここ。ガバい。たけしお前、たけし、そしてなんやなんや、この動物園になってる。めっちゃパンダいんだけど。たけし待って、たけし、あ、なんでこれ、ええ、あーだめだ、穴あったんだけどやばい、大原が、大原が、嘘でしょ、突き落とされた叩き落とされたんですけど。地獄に落ちろ、やめてくれ、落ちない、たけし全然落ちない、たけし落ちろ、たけし、たけしまたいなくなっちゃった。たけし、こんなものがあるから、うわ、まあちょっと地下倉庫だったのかもしれないね。確かに、ね、はい、ということで今日はたけしとのお別れの寂しい回でございましたけれども、ファミリーマートで、ファミマってちゃんと書いてあるしね、ファミマでね、ちょっと作っていくという対決でございました。ちょっとね、あの動画のコメント欄のところもぜひともこんなん作ってほしいみたいなね、あったらコメントで教えていただければなと思います。どうしてるの？どうしたの？我こそは、あれこそは、あれこそは、適当なり、あーよこそ、なんでうまいんだよ。どうも、ナポレオンです。あれ、結構あれなんだね。あ、たけし、お前何してるの？たけし、お前。たけし！たけし、お前今抜け出そうとしてたけど、今。たけし、ちゃんと仕事して、仕事。はよー今日出ていただいた、大原のチャンネルリンク、動画の説明欄にあるので、ね、俺だ。ぜひとも皆さん、チャンネル登録して動画を見てみてください。大原はね、普段ゲーム実況もアップしていて、マイクラもね、これからもアップするということなんで、ぜひともチャンネル登録してみてください。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひとも真ん中のボタンからね、チャンネル登録していただけますと、最新の動画の通知などが行って、見やすくなるかと思いますんで、ぜひとみさんチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画周りにありますんでね、じゃあ俺かぶってるかぶってるまだ見てない方ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。